ど、そういうわけね。いいわよ、面白そうだし。お姉ちゃん電話中か。けど私一人じゃ間に合わないんじゃない。そうね。あ、東郷とかスミにも手伝ってもらうといいかもね。大丈夫、そういう話ならあの子たちもすぐに飛びつくわよ。いいっていいって、遠慮しなさんな。私から声かけてみるわ。何の話？わかったわかった、じゃあ行くわね。どうしたのお姉ちゃん。あ、いつき、あ、帰ってたのね。どこか出かけるの？歌野から手伝ってほしいことがあるって言われたから、ちょっと行ってくるわ。私も手伝おうか。おお、今回はいいわ、東郷と隅に来てもらえば十分だから。みんなで何かするの？私も時間があるし手伝うよ。いいのいいの、いつきはお留守番任せたわよ。でも。じゃあ行ってくるわね、戸締まりよろしくね。え、待ってお姉ちゃん、どこ行くの？私も。すっごく怪しい。お姉ちゃん？え？違う。お姉ちゃんじゃない。どうしよう。一人の時に限って。いつき、いるんでしょ？いるなら開けて！かりんさん？かりんさん！脅かさないでください！驚いたのはこっちよ！クーが行方不明って本当？え？誰がそんなこと？タマコよ！クーの居場所がわからないってアンズに泣きながら電話したんでしょ？泣いてはないです、ちょっと落ち込んで相談しただけで。すみません、いつの間にか話が大きくなってて。実はカクカクしかじか。なんだ、それならそう言ってよね。タマコたちにもメールで連絡しとくわね。はい。あ、そんなに落ち込まなくていいわよ、早とちりするタマコもタマコなんだから。ありがとうございます。けどお姉ちゃん、どこで何してるんでしょうね。歌野の頼みで東郷とスミも呼ぶんでしょ？そんな変なことはしないと思うけど。私もそうは思うんですけど、お姉ちゃんが隠し事をするのが寂しいんです。歌野には聞いてみたの？はい、さっき連絡して、何するんですか、手伝いましょうかって聞いたんですけど、お姉ちゃんと同じ反応で断られちゃって。それはなんだか匂うわね。歌野の手伝いでメンバーはフー、歌野、東郷、スミ、この4人の共通点といえば？それがなかなか見当たらなくて。力仕事ならタマコさんや金ちゃんの方を呼ぶような気がするし、頭脳が必要ならこの私を呼ばないはずないもんね。はあ、気になる。しょうがない、ちょっと調べてみるわよ。はい、犬坊崎風失踪事件捜査本部。そんな大事になってるのか。冗談よ。それにそもそもはあんたの早とちりのせいでこうなったのよ。ああ、メールは読んだけど、フーは本当に無事なんだな。大丈夫よ、行き先教えずに出かけただけだし。けど何か分かったら教えてね。かりんさん、なんだか張り切ってますね。落ち込みながら探すより面白がった方が脳細胞が活性化していい考えが浮かぶのよ。そんなものですかね。じゃあもう一度事件を整理するわね。失踪したフーが落ち合ったと見られるのが東郷とスミ。なんだか刑事ドラマみたいになってきましたね。つまり東郷とスミは行方を知っているはずよね。はい、でも二人とも電話に出なかったので。やっぱり匂うわね、東郷とスミの線で情報を持っていそうな人間っていうと。線って、あ、
東郷先輩が呼ばれたならユナさんに話してるかも。よし、重要参考人として早速聞き込みを開始するわよ。どんどん大げさになってく。もしもしユナ、東郷の行方を追っているの。何か情報はない？東郷さんに何かあったの？カーリンさん、突然そのノリで話したらユナさんびっくりしちゃいますよ。あ、そっか。ユナ、いきなり悪かったわね。大丈夫、ちょっとしたお遊びよ。それより東郷がフーと歌野に呼び出されたみたいだけど、何か知らない？今日は歌野ちゃんの収穫と仕込みのお手伝いだって言ってたよ。収穫と仕込み？収穫はともかく仕込みって何よ。そこまでは聞いてないけど、じゃあ一緒に行ってみる？3時くらいには一通り片付いて休憩してるって言ってたから今から行こうと思ってたんだ。いつきも連れてっていい？もちろんだよ。よかった。じゃあ商店街の入り口のとこでね。東郷さん、この辺って言ってたんだけどな。あそこにいるの、お姉ちゃんたちですかね。大きな台に何か干してるみたいね。ふー、あんた何やってるのよ。何、あんたたちも来たの？ちょうどよかった。作業はだいたい片付いたから、これから遅めのお昼ご飯なの。作業？あの、この緑色の実は何ですか？あら、いつきさんは見るの初めて？これは梅干しになる前の梅よ。私がいつも食べてるのはこんな色じゃないですよ。この色から赤じそと一緒に漬けることで赤くなるのよ。そうなんだ、梅干しって手作りできるんだね。知らなかった。昔はこの時期になるとどこの家庭でも漬けていたようですけどね。季節が決まってるの？ええ、梅はこの時期になると一気に実をつけるのよ。こんな雨の中で実をつけるなんて、梅の木も頑張り屋さんだね。梅の実る時期に降る雨だから梅雨という名前が当てられたとも言われているんですよ。そうなんだ。私の畑にも大きな梅の木があってね、たくさん実をつけたから収穫に大忙しで、それを全部洗って軸を取ってから干すのはさすがにみーちゃんと二人じゃ無理だと思ってね。それでフーたちを呼んだってわけね。言ってくれればよかったのに。ごめんごめん、そんなに心配してくれてたとは思わなくて。まあこういう日本古来の作業は私たちが好きなことだからね。ねえスミちゃん。はい、フーさんは私たちが喜ぶと思って優先的に声をかけてくれたんですよ。ごめんね、いつき、心配かけて。はい、差し入れに梅おにぎりと梅シロップのジュース持ってきたよ。いつきちゃんたちの分もあるから食べててね。いいんですか？私たち何もしてないのに。遠慮しないで、どちらも私の畑の木から採れた梅だから美味しいわよ。梅干しってそんなにすぐにできちゃうんですか？さすがにそれはないんだけど、去年ご近所の農家の人が作ったのを分けてもらったの。すごいね、手作りの梅ってこんな美味しいんだ。ほんとだ、美味しい。来年は私たちが作った梅干しいっぱい食べさせてあげるからね。